出していこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。よしきでございます。湯の丸に来てます。はい、標高1800m です。最近の撮影ここ標高高いとこばっかりで嫌になるそれよりも一ついいですか。シュエさんの今日のファッション、上からほか、ここまで OK。 アディダス、ナイキ、アシックス。え、何が悪い？違う違う違う、何が悪い？メーカービッチか、お前。これ何が悪いかちょっと分かんないんだよ。何が悪いか教えて。これはあのいいものが着たい、うん、履きたい、うん、で、こうなったの。こうなったのね。シンプルにいくね。ダセうわ、これみんなどう思いますか、視聴者の皆さん。なんかね、うん、あそこでさ、今日のメンバー走ってる人分かりますよ。おしゃれありきのランニングなんですけど、はい、あの人たちもガチ追求しますけど、うん、機能に特化したこの、うんうん、そこだけを求めてる。ここから言わせたら、そんなファッションに目向けてる人だったら結果出せ、うん、そんなファッションに目向けてる人だったら結果出せ、うん、あ、違う、かっこいい。納得ですよ、うん、結果出せが言ってもらっていい、うん、そのダサいとか、うん、いろいろなんか言いたいことわかるんですけど、うん、まあもちろんね、社会人なんで皆さんおしゃれにやってください。湯の丸に来てまして、まあそうですよね、ヨシキさんが所属してるエンチャレの合宿に来てますと、はい、1年前に来た動画が1ヶ月前に上がってます実はもう今昼過ぎというかもう夕方前でもう3時ぐらいなんですけど、うん、午前中ヨシキさん練習したんですよね。そうです、うん、しかもその1年前にやったヨシキが死にかけてた425本あったじゃない、新越110キロ、はいはい、終えて4日だったんですけど、めちゃくちゃ楽にできた。回復も早くなってんだ。やっぱボリューム踏むと回復が早くなるって言いますからね、うん、僕もそういうのは実感してるんで、長距離はもちろんですけど、うん、短距離もしっかりボリューム踏むことはね、うん、大事っていうことも YOSHIKI も体現してくれました、うん、ありがとうございま す、はい、継続は力なりということで、はいはい、まあその練習もしっかりできて、すいません、僕は車酔いでちょっと3時間ほど寝てました。気持ちよさそうに寝とった。すいません。ということでサムネイルとタイトルになってます。はい、完全に他の動画ない今の価格だけで言ったらマックスフライト2やってまいりました。これ多分ね、陸上しっかりやってる方は思うでしょう。今さら、はい、あ、今さらなんだ。今さらすぎます。そうなんだ、はい、今さらすぎます。もうこれもね、なんかプロトタイプとか書いてありますけど、多分これの前もう一個あります。確かに白とオレンジのイメージが。あ、そうそう、ね、そっちが一番最初で、うん、で、これ出て、うん、で、今ね、エレクトリックから電気を想像したやつらしいんですけど、うん、それが多分2000円アップぐらいで出てて、はい、普通にごめんなさい、かっこいいっす。そう、かっこいいっす。履く人が履けばかっこいい。主演的にはということでですね、一番厚底スパイクで世間を騒がしたのは多分マックスフライだったと思うんですよ、短距離界では、うん、待望の2が出たというところで、実はこれも僕履いてます。動画でしっかり細なくチェックしてる方は分かると思うんですけど、 MDC400m 走った時ですね、僕が履いた感じの感想と皆さんが評価してる内容っていうのが結構似てますね。みんなほぼ同じことを言ってるっていうところなので、多分話してもあんまり面白くないです。あ、そう、皆さんの世間一般的に言われてる評価ってどういう感じですか。もうシンプルにですね、ざっくり一言で言えば、なんかマイルドになってるなっていう、なんか普通のスパイクに戻ったなっていうところが皆さんの評価。早速説明していきたいと思います。はい、はい、行きましょう、参りましょうめちゃくちゃ雑にやんない出していこうぜ。いやー、これダッセーな、本当これナイキやってくれたよな、これ本当に。まずこの骨、どこ、足の骨。ああ、なんかすげえ裏なんかやってる。これやってくれたわマジで。別にダサくはないけど見えないとこのおしゃれすんなよ、別におしゃれじゃないしまあでもそれはね、シンプルに本当にそう思ってるってこと。何をさ、じゃあ意識とかちょっとさ、うん、説明してくんない。この模様を見たところで確かにモチベーション上がるかって言ったら、まあ別に上がんないよ。むしろなんか骨ってさ、ネガティブな要素の方がちょっと大きくないどっちかといったらまあまあまあ確かに、骸骨とか確かに死とか、うんうん、お化けとかなんかそういうのがこう連想されると思うんですよ。まずこの辺がね、ワンよりねタイトになってる感じがある。俺 6.5 の1だとちょっと余裕があるって感じなんだけど、2だとピタッしっかり、だから多分ちょっとねここね、タイトになってる感じがある、うんうん、これは感じ。次ですね、ここもちょっと変わってまして、端的に言うと安定性が増しました。いらない、いらないんだ安定性はね、いらない。昔はさ、周辺フラットの方が好きじゃなかった。でもそう、フラットがいい理由って自分の悪い時の走りも教えてくれることなんです。フラットなスリードスパイクってごまかせないんですよね。なのでそういう意味で自分を向上させる意味でもそのフラットのシューズがすごいいいっていうのと、フラット設置とか正しい設置を磨くためにはフラットがいいのかなっていうのは感じてたので、そういう意味でフラットがいいってずっと言ってたんですけど、走りやすいバイクっていうのはもう全部傾斜あります。それは厚底になる前からそうです。クロノインクスもそうだし SP ブレードとかもそうなんですけど、大体もうめっちゃ傾斜あります。あれ走りやすいです。2に関してはその傾斜がちょっとねやっぱなくなってるなっていうのが1個なので、そういう意味でまあみんながマイルドになってるってところはある。いや、やってくれたわ
クレーム効果だよマイルドになったとか、ちょっとワクワク感がなくなったとか、ちょっといろいろね、ちょっとトゲのある言葉言ってきましたけど、傾斜がなくなったってことはスパイク自体の反発感は絶対変わんないですよ。反発を出しづらくなってる。能力がある人じゃないと出せない、しっかりフラットの状態でも正しい設置ができる選手じゃないと反発が生み出せない。今までは僕みたいなこの設置が不安定な選手でも当たりは返ってくるみたいな。だから多分多くのユーザーにマックスくらいすげえってなったんだけど、2は反発スポット、正しいとこの位置がちょっとこうフラットになったことによって少なくなってる。なるほど。からみんながマイルドになったとか物足りなくなったみたいな、いう話はしてるのかなっていうのはあります。ダッシュで行こうぜ。走りもマイルドになってる気がする。帽子でどうすか、それは。あ、帽子でどうすか。それはね、俺結構ね、その周辺のそのスタイルは好き。ハゲ隠し誰隠しだ。本当に前髪も気になるから、練習中めっちゃ触っちゃうんですけど、帽子かぶると、もう触んなくていいから。確かに確かに。めっちゃ楽です。あと普通に日差しを、まあ今日は曇りですけど、カット時にでかいねこれね。いや、でかいよね。うん、どうですか視覚的に。爆発力はそんな感じられなかったけど、しっかり綺麗にまとめてる感じはすごくあって、周平の今の状態的にここまで出力を出してないからなのかなっても思ったけど、すごく綺麗。あー、なるほど。速くて遅く見える時ってあるじゃん、それに近い感じ。その目がね大事です。それも大事にしてください。結構僕、ゆずきさんと短距離企画とか、試合行ってる時に、ゆずきさんに、調子よくないみたいな、こう言われる時って、僕調子悪くてガチャガチャしてる時なんですよ。視覚的に見ると、めちゃくちゃ速く動かしてるように見えて、速く見えてるのね。だから、それをゆずきに言われると、調子悪いじゃんみたいな。あのムーブとか、その験担ぎとかそういうのじゃなくて、よしきはやっぱり短距離の走りを近くでこうしっかり見てないから、しっかりっていうか、ちょっと言葉選び難しいけど、ね、俺の走りで判断するしかないじゃない。で、俺がブーって動かしてると、動けてると思うじゃん。その例えば2体で僕10秒76出した時に、よしきが調子悪そうじゃないみたいな、ああ言ってたわ。動かせてない感じがするんだよ、早く見えない。そういうのも結構大事に。なるほどね。っていうので、せっかくなんでちょっと100年ずつでもやろうから。ああ、オッケーオッケー。まあ13秒切るぐらいで頑張りたい。ダッシュで行こうぜ。121本。まあそこまでの出力は上げないと言っていましたが、どうでしょうか。さあ、ゴー。ガチャガチャしてない、このあんまり速く見えない、このただスーッといく感じ、どうなんでしょう。さあ、タイム気になるところです。ただ標高高いからな、疲れるな。あ、でも結構いいっす。12分6。え、去年より早いよ。はいはい、よかった正直走るあんま良くなかった、疲れちゃった。多分次走ったら多分5ぐらい出ます。あ、本当に。そのぐらい修正できそう。体が元気。はいはいはい。で、風ちょっと押されて、12秒6出ただけって感じなんで、でもまあ悪くないです。まあもちろんマックスぐらい2の恩恵をもらいながら、っていう感じでいいスピード練になりました。よかったよかった。まあ、短距離的にはこんな感じかな。はいはいはい、はい。え、実際どうなの、そのじゃ周平的に、さっきのまあ言い方だと、まあ、1の方がごまかしも効くし爆発力もあるっていう、はい、まあ言い方にも聞こえたんだけど、2と1があったとして、その試合でタイムを狙うんだったらどっちを履く的な。1かな。100は100は1、やっぱ僕もまだまだ全然エラー多い選手なので、そこをごまかせる、ちょっとでも、ごまかすってなんか言い方良くないけど、サポートしてくれる、そういうところ、そこの範囲が広いのが1って感じ。だ、練習にすごくいいかもしれない。なるほど、ね、マックスフライ。あと実は今日ちょっと疲れたのも走れないですけど、一番マックスフライで声が多いのは、コーナーが走りづらいと。みんな結構いいんです。やっぱ高いスピードの中でコーナー走ると、もうグネグネになるみたいな言ってたんですけど、すごい安定性増してかなり走りやすくなってます。なるほど。これはもうなので400とか200の選手は2を履く機会の方が多くなるかもしれない。ああ、そういう用とか。なるほどね。あるので、まあそこは本当に使い分け、どっちも持ってる人は。僕が今日きつく言ってるのは1と比べた時っていうだけであって、いいスパイクです。
あーなるほど、はいはい。じゃあワン履いてない人はまあ2でも全然こう感動するんちゃう。普通にむしろ2で履いといてワンが手に入る瞬間あったらもう最高に気持ちいいと思う。あーなるほど。よしさん、始めてください。あーありがとうございます。ぜひぜひ楽しみ。ダッシュで行こうぜ。なんか、うん、この履き入れた瞬間に、うん、あのさっき周平が言ってた、うん、タイトっていうのは、うん、分かる。やっぱあれだね、やっぱ短距離スパイクだから、うん、アッパーがこの分厚い感じ直径ないよね。あ、いいよいいよいいよ。なんか、うん、主張性が分からん、主張性が分からん、主張性が分からん主張性マンは、うん、俺のここがすごいだろう。おお、はいはいはい、なるほどなるほど。こうなんかこう履いた瞬間にこう伝わってきたっていうか、はいはいはい、ここで設置して、うん、ここで押せばいいんだよっていうのがドカンとね、分かりやすかった、はいはい、しやっぱそれがなんかあ速く走れそうっていう感じがすごい当時の俺は感動したのをすごい覚えてるんですけど、はいはい、なるほど。それが2はあんま分からん。あ、それがあれなんだろうね、きっとそのみんなが言うマイルドに繋がるのかな。なんかさ、ワンの時さ、うん、全速部分ボコってしてんなっていう感じあったじゃんね。あれがすごいペターってなってるね、平べったいとこに立ってる。だからぶっちゃけってドラゴンフライと変わらんみたいな、はいはいはい、はい、感覚的にね、感覚的にぐらい優しい気はする、うん、なるほど。だからワンチャン戦後もいけますビクトリーもあります、ちゃんと確かにそっちは入ってください。これで走るんだけど200いきます。200で、自分が今の状態でマックス 1000m 走るんだったら、うん、こんぐらいでいくよねっていう感じの200で。おお、あとねちょっとうんこしたいかもマックスぐらいでお前うんこしていったらマジ切れるぐらいの癖して欲張んないね。なんだかんだ欲張る走りになるかなと思ったけど、うん、でも日中ねめっちゃ練習頑張ったっぽいで、ちょっとやっぱ走りは疲れてるな、うん、疲れてるって感じ。動きが悪いっていうよりか疲れてるって感じ201分で膝に手ついてるきつそう。疲れてる、疲れてる、疲れてる。あれは確実に疲れてる。これはね、あの動き悪いとかじゃなくて疲れてます。疲労困憊めっちゃ言っていい、めっちゃ疲れて、疲れてるよね。425分やってっからね。そうだね、ノーアップでいきなり行ったっていうのもあって、うん、タイムが30秒ちょうど。おお、本当によく分かんない感じで終わったワンは、うん、もうはっきりしてんのよ。僕はつま先だけで行ってくださいねみたいな。感動ないって感じか。ワンでいいかな。ワンがいいんだ。短距離初心者っていうのはもちろんあるし、周平、はい、が言うある程度ごまかせちゃうみたいな、うんうんうん、多分そこのレベルだと思うんだけど、はいはいはい、こう履きこなすのが難しいんだろうなっていう感覚。あ、やっぱそうっすよね、ごまかせないですよね、うんうん、400とか、うん、後半のこう足残りを考えた時に、はいはいはい、良さそうだなっていう感覚も、ね、あの分かった、はいはい、じゃあ結論、はいどうぞ。2よりワンがいいいやもうその言葉に尽きる。ああそうですか。2より1がいい。ああ言うてもた言うてもた。今回の動画はアルファフライじゃなくてマックスフライ2を履いてレビューしてみたという動画でした。この動画を見て参考にしたいなと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK です。じゃあエンディング、はい、さっきもやっぱり納得いかなくて、はい、一回、体を動かして、もう一本だけ行ったんですよ。行きましたね、今ちょっとね、分かった気がしたんで、一回回ってました。これが、疲労してたっていうのがすごいでかかった。あ足が疲労してない状態だったとして、うん、俺今足疲労してるから、はい、足首固定しきれなかった。1本目2本目ちょっとこうフォームを矯正させるというか、うん、足首もしっかり固定してちゃんと短距離のフォアフットを意識する。はいはいはい。要は俺 1000m マックスで出すなら
の感覚で200いくわって言ったし、まあ、ちょっとペタッてしてる感じも、そうだから、そう長距離的な動きの様子を一回脳内にイメージして走ったからちょっと体が混乱しちゃったっていうのがあって、しっかりこう短距離的な感覚でフォアフットで足首を固定させて走ったら、あ、ちゃんとマックスフライだっていうのはあった。あ、本当？でやっぱそこ、それでもワンよりは主張性がないからやっぱ、ま、マイルドにはなってる。何回も履いて設置スポットを見つけて履きこなせば、まあ2もいいスパイクなんだなっていうのは、うん、2本走っただけで、あ、なるほどなるほどって分かってきましたから、ね、はい、ありがとうございます。またね。